ご視聴ありがとうございます。今回は600万円のフィギュアではなくてですね、2万4000円のフィギュア展示になります。よかったら見ていてください。はい、ということでワンスラッシュさんの、動画2回目となります。前回は600万円の等身大フィギュアでしたが、今回はその7分の1スケールフィギュアになります。もちろんちゃんと販売されるフィギュアです。めちゃくちゃ出来良さそうなんですよ。まあでもよくわからないんですよ。その辺ブツブツ喋りながら流していこうと思います。はい、でまずすいません、私ソビンのアトリエやってないんですよね。なのでキャラやゲームに関してのお話ができないんです。そこ本当申し訳ないです。で何を話していくかというと、このフィギュアの出どころのお話になるんですが、これ先日、等身大フィギュアの方の展示動画を出してお伝えさせていただいたんですが、ワンスラッシュさんから発売されるっていうフィギュアです。でまずワンスラッシュさんっていうのわからないですよね。私もわからないんです。ちょっと調べてみたんですが、お店はですね渋谷パルコに新しくできたんですけど、なんかプレスリリースみたいな読んでみると、株式会社パルコは2022年4月渋谷パルコ5階に自社運営アートフィギュアギャラリーワンスラッシュを新たに開業しますっていうことでして、ということで元はパルコってなるんですかね。で画像とかを見るとパルコ×デザインココワンスラッシュってなってて、でフィギュア制作には高品質のフィギュア制作に定評のある株式会社デザインココに依頼しなんて書いてあるんですよね。でまあデザインココさんって説明するまでもなく、いろんなメーカーさんの制作欄に名前が載ってるのはご存知だと思うんですけど、そんなわけでワンスラッシュさんから出るフィギュアっていうのもデザインココさんの原型彩色になるみたいですね。そんなわけでめちゃくちゃ良さそうなデコマスが展示してありました。これはデザインココさんが作ったデコマスっていうことでいいんですよね。例えばシブスクさんとかフェネックスさんとかグッスマさんとかユニクリさんとか、よく制作にデザインココさんの名前ありますし、でまあそこからあとはメーカーさん次第で製品版の出来が決まるっていうことでいいんですよね。パルコってどうなんですかね。もうわからないですよね。商業施設ですもん。いやこれ本当どうしましょうって感じなんですよね。でもですね、このフィギュアめちゃくちゃいいですよね。可愛いとかそういうのは当たり前なんですが、情報量がすごいっていうのは まさにこのことですよね。ジオラマやエフェクトとか抜きでここまで細かなデザイン装飾、元デザインが素晴らしいっていうのもあるんですが、いやこれ見応えある部分しかないですよ。いやこれパルコさんが作るんですよね。もう応援してますとしか言いようがないです。そんなわけでいやこれは買いたいですね。パルコさんというかワンスラッシュさん、これをデコマスに近い感じで再現できたら評価爆上がりですよね。で私も最近メーカーさん一発目のフィギュアっていうのに目がないんですよね。ということで今回これはもうほんとぜひともポチらせていただきたいと思ってます。でこのフィギュアなんですが、一応定価がですね 23,980 円です。で受注期間なんかもう始まってまして、2022年7月18日までとなってるみたいです。でスペックなんか見ても原型彩色デザインココさん、販売発売元パルコっていうことしかわからないですね。どうなるか未知ではあるんですが、この出来を期待してポチりたいと思います。でこれ多分パルコのオンラインストアでしか買えないと思うので、一応説明欄にリンクも貼っておきますので、よかったらぜひ確認してみてください。いやまたすごいメーカーさん爆誕かもしれません。ワンスラッシュさん今後の動きもぜひ注目していきたいと思います。はい、ということで以上になります。今回は渋谷パルコ展示のワンスラッシュさんでソフィーフィギュアの展示でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。